おはようございます。2021年9月5日日曜日の朝です。今日の体重は 64.60 でした。これから朝の散歩に行ってきます。今日の朝ごはんはオートミールガレットです。今日はですね、ちょっとコメントでいただいたんですけれども、ちょっと私のですねオートミールガレットの作り方をやってみました。ちょっとですね、私今回は卵に火通しすぎちゃったんですけど、プッて割ってトロンって垂れるくらいが多分ちょうどいいと思うので、あとはもう皆さんお好みで、お料理上手な方もたくさんいると思うので、応用していろいろ作ってみていただけると楽しいかもしれないです。ポイントは、私の場合はオートミールとナッツいっぱい入ってるっていうところが、健康的にも香ばしさとかも美味しいので、そこら辺がおすすめです。なんかちょっと素人なんですけれども、ちょっとやってみました。今日のお昼ご飯はゴーヤチャンプルです。これからちょっと車で買い物に行ってきます。天気いいですね。
もう暗くなっちゃいましたね。6時ちょっと過ぎたんですけど、ちょっと軽くだけ夕方の散歩に行ってきます。今日の夜ご飯です。ところてんと納豆とサラダ、鶏むねです。はい、ということで今日も一日が終わりました。今日64.60、初めてですね、今までで一番体重減ってますね。よかった。昨日あんだけ運動した甲斐がありました。よかったです。あとまあ、16時間断食やったのも効果があったのかなって思います。本当によかった。で、ここからちょっとですね、ちょっと油断は禁物っていうことで、ここまでガンって下げれたから、本当によかった。だったので、ちょっとここからですね、65キロに戻らない努力。64キロ台を体に染み付ける努力をちょっとこっからしたいと思います。せっかく久しぶりにバーンって落ちたから、これは生かすしかないなって思ってるので、ここから頑張りたいなって思います。なので、本当は今日日曜日でいろいろ食べてもいい日って決めてはいるんですけれども、今日はやりませんでした。割と控えめにしておいたので、ちょっと今週っていうか明日月曜日からですね、ご飯も気をつけたいし、運動も少し頑張っていきたいなって思います。まあ、ただあんまり頑張りすぎると、食事も運動も続かないと意味はないと思うので、なんかこう、抜くとこは抜いて、頑張るとこは頑張るみたいな感じで、行きたいなーって思ってます。まあでもとにかく昨日の運動がですね、朝とか昼は大丈夫だったんですけど、夕方くらいからめっちゃ筋肉痛、なんかしかもどの運動でなったのかわかんないんですけど、内ももとかがすごい筋肉痛だったりしますね。もう足の付け根の内側みたいなところ、なんだろう、何の運動だったのかわかんないですけど、もう結構きてます。背中とかも結構きてますしね。あー、でもいい痛みだなって思います。はい、そんな感じで今日はこれくらいにしておきたいと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。じゃあまた明日お会いしましょう。またねー。